実はテレソーです。北地です。確かにね。僕はヘッコミソです。佐伯です。はい、少年ピースの佐伯 TV でーす。4番だな。はい、というはい、というわけでやってきました。今回の佐賀県のどこを紹介するでしょうか。どうぞ。パッ、神崎ですよね。神崎といえば、僕はそう、神崎っていうのがその市長さんが考えてたのは、はい、神崎はだからもうそうめんですかのイメージが強いんですけれども、唐津市からもね、遠くはないよね。近くもないけど、近くはないけど遠くもないというような、通り道ではよく行ったことあります、うん、なんかばあちゃん家行くとちょっと取り寄ってますよね。なるほど、神崎ね、まあ、そんな神崎、ちょっと知らないことはまた多かったですけれども、また今回も調べてみました。ということで、じゃああと残りわずかになってきたブイブイでございます。じゃあ一番好きなドラゴンボールの技で、せーの、ファイナルパンチ。かけな。神崎、高田君行ったことありますか。あるでしょ。ありますか。前回吉野ヶ里、うん、町についても少し調べたんですけれども、うん、高見君のお話でちょっとはあったんですけど、公表はされてるかどうかは分かりませんが、吉野ヶ里歴史公園ですね、これもまた買っております。ああ、はい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 、一応今回神崎市の方でも取り上げております。高見君言ってるのでもいいと思うんですけれども、はい、まあまあ、その吉野ヶ里町と神崎市にまたがっているその吉野ヶ里遺跡公園、これ有名ですね。もう一つイベントスポットというか、うん、まあ、観光スポット、これ高見君聞いたことあるんじゃないでしょうか。クネヤン。クネヤン、クネヤンでいいですか。あの紅葉きれいなとこですよね。そうです、はいはい、僕クネヤンだと思ってました。多分クネンアンだと思うよ。クネアンなんですね。クネアンだね。クネンアンですね。はい、クネンアン、神崎のね、新山にあるスキヤ作りの、まあ、邸宅および日本庭園です。で、これなんでクネンアンっていうのかっていうのに、クネンアン、そう、クネン、なんでクネンアンっていうのかなんですけども、はい、想像つきますか。昭和9年から作り始めたからです。はい、あー、おはようなさ、おはようなさ、残念。これ正解はですね、9年かけて作ってるんですよ。まあ、久留米の、作庭家、まあ、お庭を作る人、鳥和尚、鳥和尚さんという方が9年かけて築庭したことからこの名前で呼ばれております。いつできたんですか。久根庵はですね、明治25年なので1892年、もう100年以上、130年1年にできたんですね。そしたらそこが9年かけてですかね、約100年以上の歴史があるこの9年間ですね。紅葉がね、そうそうそう、これがね、よく名前聞くんですよね。高見君行ったことありますか、紅葉。ある、何回かある。 ありますか、うん、僕は多分行ったことないと思うんですけれども、まあ、ぜひこちらが神崎町のスポットですね。あとはイベント、お祭りも調べてきました。はい、大水の水かけ祭り、バシャンバシャン、そういうことです。はい、その地区の若者たちが豊作とか無病息災を祈って、2月の寒い中に締め込み、まあ、回しとかね、あれですよね、締め込み姿で水をかけ合い身を清めるというお祭りです。赤身が絶対やらないお祭りです。全然出たそうやな、はい、僕はなんか結構楽しそうだなと思ってますけど、楽しそうだとは思うよ、ね、出たいとは思わんね。水かけ論する祭りなら出てもいいですよ。千代田町大島地区ね、約250年以上昔から受け継いできた伝統行事、結構長いですよ。なんでそんな受け継いだんや。そして、これは高見くんの方でも多分扱われるんじゃないかなと思うんですけど、神崎といえば食べ物何が有名か分かりますか。そうめんが有名らしいですね。そうですよ、神崎そうめん、ちょっと俺あんま知らんかった正直。そう、神崎そうめんが有名なんですよ。で、一応38年の伝統行事で、もうぼちぼち、もうぼちぼちというね、ぼちぼち、神崎特産の神崎そうめんの美味しさを広く知ってもらおうと、毎年5月のゴールデンウィークに神崎そうめん協同組合により吉野ヶ里公園、吉野ヶ里遺跡公園でそうめん流しを中心にしたイベントがされております。そしてもう一点ありました。読み方がですね、城丸川ハンギー祭り。ハンギー、ハンギー、ハンギーというのはですね、木製のタライ、これはあのハンギーというものらしいんですけども、あ、桶みたいなもんね。そうそうそう、なんか皮脂を積む、皮脂って何でしょう。皮脂の実とかね。皮脂の毒ということかな。皮脂の実は神崎市の特産らしいですよ。そういうことか、うん、まあ、高見くんの方でもじゃあ出ると思うんですけれども、その皮脂を積むときに用いるこのハンギ、はいはい、ちょっと大きめの桃太郎の、あの桃が流れてきたみたいな、あんなたらいですよ多分ね。
桃太郎の桃流れてくるときタライを出てこんで言うな一寸法しかなんかを言ってあ、そっか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 桃太郎は桃がそのまま流れてくるんだそうだ、桶に乗ってくるわけじゃなかったですねまあそんなのが目標はタライですこれを漕いでタイムをそうです一寸法じゃんマジでまあみたいな感じなんですかねナンスあるか知らん、まあ、ちょっとあれやねガトリンピックでもそういう競技ありそうですあーありそうですね、うん、なんか似たようなね、まあ、これがまあ、神崎市のお祭りイベントでございました。神崎くんの方に次はバトンタッチしてみましょう。どうぞ。ドドーン。なんでしょう。食いしん坊万歳。世界の食いしん坊万歳ということで、はい、北郎への対抗勢力として、はい、やっております。はい、神崎市はですね、いろいろありましたよ。へーっていうのがもう当面以外知らんね。へーっていうのもあるし、あーなんかあれでも聞いたなっていうのもあって、うん、まあ、共通して言えるのはですね、はい、やっぱ佐賀県はね、もう佐賀平野と水こすりすぎ。なるほど。やっていきます。一つ目、神崎そうめんですね。はい、セフリ山系のまあ綺麗なお水、はい、で佐賀平野で採れる小麦、はい、これを使ってあのブランドそうめんを作ったそうです。おー、なるほど、なるほど。で、2006年に地域団体商標っていうのを登録して、うん、まあそうめんを地域で売り出していこうと、はいはい、やり始めたそうですね。で、2016年やっけ、まだ15年ぐらいです、うん、で、まあ、そうめんずずって食うだけでなくですね、うん、コロッケとかにもするんだって。あは、そうめんコロッケ。そうめんを練るってこと。調べてみようか。おう、はい、さえりさ。正解です。おお、はい、衣にそうめんがなるほどなるほどある、はい、あのイメージね、いや、イカシューマイよ。イカシューマイも外側にピロロロロロッつってるやん、はいはい、あんな感じでそうめんが入ってる、なるほど、コロッケですね。なんか食べてみてはいでしょうか。2つ目、先ほどもですね、ハンギーでしたっけ、ハンギー、ヒシの実を取るときに使う、うん、まあ、桶があるよっていう話がありましたけど、うんうんうん、神崎市の特産ヒシの実というらしいんですね。問題です。はい、スイカのことをまず英語で何と言いますか。ウォーターメロンですね。はい、ヒシの実を英語で何と言うでしょう。なんとかメロンなんやろ、多分。サンドメロン。違います。ウォーターメロンです。ふんには何が入ると思いますか。ノン、ウォーターメロン。ヒシの実って、はい、こんな感じだよね。は、何に似てますか。桃。違う。前に桃に似とるけど。栗。ってことはウォーターマロン。正解。ヒシの実のことウォーターマロンってなんか言うらしいです。で、まあそれがね、はい、特産なんですけども、ヒシの実を、そのヒシの実を作って作られた焼酎がございます。ヒシ焼酎っていうのが神崎市売りにしてるそうです。これは初めて聞きましたね。しかも年間2000本限定らしくてね。だけどまあなかなかやっぱ珍しいらしい。なるほど。まあ、独特な香りや味わいがありそうですけども、はい、まあそういう佐賀県のみの材料で作るので、うん、ザ・佐賀認定酒っていうのに認定されてるそうですね。はい、次、セフリジビエっていうのがございます。ね、なんかでも出てきたね、ジビエって。竹雄やったかな。はい、うん、竹雄でした。竹雄はヤマンクジラって言って、あー、あの場合は何でしたっけ。ヤマンクジラ、何のことでしたっけ。イノシシですか。正解。イノシシをね、竹雄鳥獣加工処理センターってところが出してるんですけども、こっちにもあるよ、セフリにもね、うん、これも吉野ヶ里にあるらしいんですけど、はい、セフリ産系鳥獣処理加工センターっていうのがあって、うんうん、あ、これもイノシシやった。これもイノシシです、はいはい、これやっぱまあどんぐりとかをいい感じに食ってるんで、はい、の臭みがないと。へ、これも一応ブランド肉としてセフリジビエって言って出してるらしいですね。そうなんですか。食べたくなるね、なんかシシ鍋、ボタン鍋か。ボタン鍋あんまり食べたことないですけど、食ったことあるけどね、ちょっと覚えてはないな、うん、正直、うん、はい、4つ目、我らがふるさと大内町特産物、はい、と言っててください。すだちです。すだちこんにゃくです。すだちこんにゃくですね、はい、に、まあ、似て非なる刺身こんにゃく。ああ、確かに似てますね。が、です、これもね、なんかセフリでは、まあ、神崎ではね、はい、あるらしくて、まあ、セフリさんの地下水と灰、はい、まあ、を使って作る刺身こんにゃくっていうのも売ってるそうですよ、うんうん。続きまして、これどこで出てきたかな。みやき町かなんかで出てきたと思いますけど、はい、アスパラ。あ、アスパラ、はい。なんかアスパラはね、佐賀県は九州一の生産だからしいですよ。そうなの。カミミヤとかな、確か。あ、その辺かな、はい、まあ、アスパラがすでに神崎市もありますよと。これね、ちょっと次の6つ目、はい、これね、ちょっとほーっていう感じでしたけれども、はい、水車米っていうのがあります。お米ですか。水車お米。あ、水車、ぐるーんってありますよね、はい、はい。精米ってわかります。ガラみたい、皮、もみガラを、もみガラを取るんです、ね、とか、その下の
まあ、あの薄皮的なものをきれいなお米にすることを精米って言いますよね、はい、でそれを古代のやり方でやるなら、はい、どうやるか知ってますか？薄でやるんよ。それはもう火取るやん、それ、はい、違いますね。あ、瓶の中に米入れて、はい、ガン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 ってやるやん、それしたことない？見たことあるわ。やろ、はい、それを水車がこうぐるーんって回るじゃん、うん、でこうガシャンガシャンガシャンってなるやん、うん、で水車の力を使ってゆっくり精米することで、機械で精米するとどうしてもお米があったかくなるらしいよね、はいはいはい、でもお米の温度が上がらないんで、うん、でんぷんが変質しないらしいんですね。だから美味しいお米になるらしい。なるほど。だから、まあ、棚田米ならぬ水車米みたいな、はい、美味しそうやな。そうっていうのがございます。はい、最後神崎アーサイ。アーサイって、ね、サイ的な、まあ、じゃないんですけど、ああ油中の、まあ、お野菜、アーサイっていうのがあるらしくて、はいはい、なんかね、いろんな別名があるらしいんですよ。四川アーサイとか、小餅高菜っていうか、高菜の元みたいな感じなのかな。栽培中の農家が少ないんです、うん、新しい野菜、はい、問題、一発で当てれたら今度何かの機会にアーサイを買ってきてあげます。そしたら今、アーサイを栽培中の農家何軒でしょう？2軒。8軒でした。まあまあおるな。全国で8軒よ。少ないやろそりゃ。日立さん方と佐伯さん方と山内さん方と青木さん方と丹生さん方と江頭さん方と山崎さん方と小川さんとか小川さん方と8軒だよ。ということで神崎市でございました。神崎市もうご飯もうぼちぼちありましたね。なんかありましたっけ？日立さん方とクネンマンとか。あ、クネンマンね。クネンマンはでかいな。神崎市のちょっと由来を知りたかったな。神知りたかったな、ね、神の埼玉を書きますから、うん、何でしょう。ちょっと調べてきます、じゃあ編集するとき。はい、はい、神崎の由来ドン。はい、こんな感じでした、はい、という神崎市でございました、はい、もうこれ何年目になりますかね。12、3年目になりますけど、こんな言ったもうね、あとね、2つぐらいでこの添え銀 TV で佐賀県一応網羅できることで、最終回がもう近いと。近いです。まあ最終回どうしましょう。感動のフィナーレ、感動の最終回が、まあまあその後もね、添え銀 TV やろうと思ってます。いろいろ企画考えてますので引き続きご視聴の方でよろしくお願いいたします、はい、ということで、神崎市の歌また作ってまいりました、はい、どうぞご覧くださいませ。最後どうぞ。四季折々の顔を持つ神崎の景色たち、去年の時をかけた思いの積み木並べたウォーターマロン初耳です。石焼酎で乾杯。よろしく。サビー。